あたいの目が黒いうちは許しまへんえ。京都の極道姉さんかよ。他は8機9車付きの石炭発電。今週のデニー研究のコーナー。本当にシリーズ化する気だよこの人。お、また誰か来た。っていうかお前、何してる？マスクして入ってきたけど。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。宇宙ボイ配管、順調に動作中ね。酸素のみ、イルタリングベントで排気して、他の機体はボイだ。二酸化炭素も吸うから地味に効果が高いわ。ところでここ、滅ぼしたら何に使うわけ？特に施設を建てようってことではなくて、西側へのアプローチを作ろうかと思ってるわ。なるほど。まだクリアリングが終わってないもんな。そういうことね。何かネタになる完結線でも埋まってると良いけども、さすがにもう何もないと思うぞ。それもそうね。あはははははは。さーて、またしてもロドリンと水素発電では芸がないと言われた以上、何かやらんと。言うても何もないわよ。今、候補に上がってるのはマグマ発電と。こらー。コロニーが滅ぶからやめろっつったろうが、落ち着けって、候補だって言ったろ。あたいの目が黒いうちは許しまへんえ。京都の極道姉さんかよ。他は8機9車付きの石炭発電。それは許す。許可制なのか？あとはトリプレ発電。というと？まだブループリントレベルなんだが、トリプレの熱と蒸気タービンを絡められないかと思って。難しいんじゃないの？プラが溶けるし。それなんだけどさ、直接トリプレの熱にさらすのじゃなく、熱移動させて空間を温めたらどうかと思って。トリプレの熱を副車パイプで拾って、蒸気室を熱する？そう、うまくいくかわからんけども。ふーむ、まあ期待度はなくもないわね。同じスタイルが薪ストーブでもいけないかと。発熱量が段違いだからねー。難しいと思うわ。苦しい日々が続いております。皆様、いかがお過ごしですか？現実逃避している。今週のデニー研究のコーナー。本当にシリーズ化する気だよこの人。はい行きますよ。どうぞご自由に。なんか、変な事実に気がついたんだけども。なんじゃいな。これを見てくれる？背筋まみれの空間と、バジのつぼみ？そうなんだけどね、ここの上部には水素を満たしてあるのよ。ふーん、でそれがどうしたの？これだとさ、背筋が減らないのよ。へ？んなわけあるか、バジのつぼみの花粉が背筋を駆逐するだろ？そんな進撃の巨人のようなことを言われても、ワイプ入れるから見てくれる？おう、見せてもらおうじゃないの。なんだこりゃ、こうしている？そうなのよ。なんでやねん、バジのつぼみが水素の中では育たないのは良いとしても、花粉までやられてるっての？そう考えないと辻褄が合わない。意味がわからん。そう来ると思って追加の動画も収録してあるわ。まずはこちらの画像をどうぞ。酸素、汚染酸素、二酸化炭素でしか生育できないと。そのようね。で、それ以外で試した動画がこちら。まずは塩素。こいつはまあ、予想通りというか、勝手に駆逐されてるんじゃないのか。そのようね、置き換わりも激しいわ。平成時代のネオンサインみたいなチカチカ具合ね。チカチカマニアが喜ぶな。もっと俺にチカチカさせろと。マニアはどこにでもおるぞ。お次はこちら、天然ガス。これは、どうなんだろうな、予想もつかないが。なんか、チカチカがひどくなってね。そうなのよ、平成時代のビリヤード場のごときありさま。もうそんなの知ってる人、おらんぞ。それはその通りね。つうか普通に押し負けてないか、これ？減ってはいるのだけど、かなりの鈍足具合ね。これはもう機体の入れ替えからやるべきだろ。そうね。でも着目すべきなのは、この情報の震源地が見当たらないという点よ。疑問を呈してる方が見当たらない。もともと検索能力の低い逃げサバ主だから、見落としてると思うのだけど。いや、いろいろと動画やブログを見てるけど見たことないぞ、こんなの。正直に言えば、うちのような弱小チャンネルで扱って良いネタではないと思うわ。確かに、こいつはパラメータレベルの話だろうからな。一応、頭に引っ掛けてはおきますが、何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、何卒ご教授のほど、よろしくお願いいたします。完璧な謎現象が来たなこれ。一応、こちらの見解も示しておきます。やらないとフェアじゃないので、おう、飛行じゃないの。水素に関してのみなのだけれども、水素って上昇力を持ってるじゃん。そうだな、隣り合うタイル同士で移動を繰り返してると思うが。それがさ、バディの花粉を排斥してるのではと思ってるのよ。詳しく、上昇する際に、花粉と腐敗菌を巻き込むのだけれど、比重の関係で腐敗菌が勝ってるのではと。はぁ、腐敗菌に比重って言ったか今？言ったわ。とんでもないこと言い出したな。どこにもないデータだぞそれ。でもこの世界で比重がパラメータ化しているのは周知の事実じゃん。そうだけどさ。菌類までとなると話は違うぞ。
それ以外に考察できる？まあ、できないな。ということで、当チャンネルでは今後、この点を掘り下げられるか試していきます。こんなの自由研究の範囲じゃないぞ。しゃあないっしょ。そうなのかな。以前から思ってたけど、うちのチャンネルって自滅主義よね。ごめん、否定できないわ。ひどい話だ。もともと海洋バイオームだったエリアにも宇宙っぽい配管を取り回したぞ。ここだと二酸化炭素が吸い放題ね。えらい勢いで吸ってるぞ。何しろ大パケットだからな。もっと早くに作ってもよかったわね。そうだな、今後は宇宙に到達する前に配管しておいても良いかもしれない。こんなんとかどうよ。なんだこりゃ。移動チューブと宇宙っぽい配管、大容量導電線をまとめてトンネル化してみた。なるほど、装飾値が下がらないように隊員の目から隠してるのか。そう、で、ところどころに横切る用のターミナルを設けて、そこは装飾しておくわけ。普通に良いアイデアなんじゃないか。現実だと共同工って呼ばれるやつね。電線、水道、ガス、電話線が通されていて、メンテ可能にしてあるやつだな。なんならもう少し広くとって、他のラインも通しても良いし、変圧器を設置可能にしても良いしな。ロマンがあるわねー。秘密基地っぽくてワクワクするな。男はいつまで経ってもガキだからねー。ガキガキガキ。ガキの鳴き声変なんと違う。よし、元海洋バイオームの掘り抜きが完了だ。長かったわね。床の資材はどうすんの？当初の予定では可愛いは整理にお願いするつもりだったけど、手作業でやってたら手間よね。こればっかりは改善してほしいよな。自動収納ドローンとか更新されてほしい。勝手に拾って電力が不足したらドックに帰って給電すると、CP の空を飛ぶやつだな。それはぜひとも欲しい。まあ導入したら石が飛んでくると思うが。そういや運搬改善のスキルとかどうなってたっけ？やっべ、完全に忘れてた。後で見ておこう。誠に遺憾ではありますが、廃金事件の容疑者、一人目であります。なんだなんだ。こちらをご覧ください。うわ、なんだこれ？ヘドロの格納を指定してしまってたみたい。ここから飛散したってか？ところがそうでもなさそうなのよ。ご覧の通り、周辺には菌がいない。そもそも脱臭機が山盛りだから、汚染酸素は耐えられないはずなのか。今は、ね。少し前なら汚染水が下に溜まっていたからありえたけど、ふーむ、一人目ってことは、二人目もいるんだろ？います？後に触れます。頭が痛いわ、本当に。塩素間欠泉の掘り抜きを実施中。お、また誰か来た。っていうかお前、何してる？マスクして入ってきたけど、いや、そうなんだけど。スーツは2着しか用意していないから入れないはずなんだが。連隊員、だよねこれ？だと思うが。いや、マスクがあるのは良いのよ別に。この下のヘドロバイオームとの戦いに備えてドックを用意してたから。問題はどうやってマスクチェックをすり抜けてきたかってことだが。連隊員って前科があったわよね。あったね、泥棒の前科が。いやしかしチェックのすり抜けとかもう泥棒ってレベルじゃないんだけど。ドックを見てみれば1着、なくなってるし。慌てて脱着所の確認をしているわね。事実から目を背けても解決しないぞ。ていうか本当にどうやったのこれ？壁を整備したのは最近だが、抜け出せるルートはないし。ヘドロバイオームは行き止まりだし。霊夢さんなんか怖いんだけど。私もよマリサさん。移動途中でマスクを外して再配達を指示したぞ。来た来た。これであるべき姿に戻るな。もうわけがわからん。これ以上はこっちの精神が持たない。動画を締めよう。完全に同意。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。